はい、ということで今日は皆様にご報告があって動画を撮影しております。はい、ということで今回のご報告について明るいお話なのでこちら話していきたいと思います。えーい、びっくりさせちゃってごめんね。はい、ということで、まあ、本当だったら今日、あの、フェスがあったんですけど、そうですね。コロナの影響で延期という形になってしまって、まあ、皆さんも、はるかたちも、全員が悲しかった。うん。でも、今日は悲しむ日じゃないんです。悲しむ日じゃないです、今日は。悲しむ日じゃないです。で、そのご報告については、6ヶ月連続配信で CD を6枚販売したと思うんですけど、うん、そちらの6枚を、なんと、各音楽配信サービスにて販売することが決定しました。まあいろいろと予定がちょっと狂っちゃったので、うん、1週間前くらいにはもう配信はされてて、そうなんだよね。まあ何かねもう気づいて聞いてるっていう人いたんですけども、うん、まあ改めて今日という日にご報告したくてこの動画撮影してまして、まあでもこういった世の中ですから、まあ仕方ないっちゃ仕方ないからね、うん、そうだね、誰も悪くないし、うん、なのでまあ少しでも皆さんに喜んでいただけるように配信サービスで音楽配信しましたので、いつかね私たちもワンマンライブとかやりたいなっていう風に考えてますので、はい、まあ、その時のために皆様そう覚えて、ね、応援してほしいな。であの6曲あるんですけど、6曲全部あの概要欄に URL 貼ってますので、そこから、まあ、Apple Music、Spotify、LINE Music で聴けますので、うん、ぜひ皆さん聴いてみてください。はい、ということで今日はご報告動画になりますので、ここら辺でおさらばです。バイバーイ。バイバーイ。いっぱい聴いてね。感想も待ってるよ。